トリバネ蝶、鳥羽鳥またはトリバネアゲハは、大型の熱帯性アゲハ蝶。通例では、蛇行アゲハ族化の赤いりトリバネアゲハ族、トラーグナプター、及びトリバネアゲハ族オルニトプテラに分類される、熱帯性の大型で微麗な蝶各種を指す。しかし今日では、同族化のキシタアゲハ族トロイズまで含めることが多い。種以下の分類は、意見が分かれており、 研究者により族が、さらに細分化されたり、一族に含まれる種数も専門家により10から30、などと、様々な意見がある。俗により分布が異なる。その一方で主観で容易に交雑し、野生下でも主観雑種を算する。また、飼育家の手により、多数の鳥羽根揚げ派族とキシタ揚げ派、族の属観雑種が生まれていることから、両族が進化の系統上で極めて近い関係にある。 ことが示唆されている。どの種も例外なく大型の蝶であり、世界最大とされる、アレキサンドラトリバネアゲハオルニトプテラアレクサンドレに、なると胴長が最大76ミリメートル、開け羽蝶は280ミ、mm、リメートルにもなる。細身の前肢は、先端が鋭角状に狭まり、前後羽ともに緑、黄黒、クリーム色がかった白が乗るが、 鳥羽揚げ派族には稀にオレンジや青といった色を呈する種がいる。どの種も揚げ派長家の特徴である孔子のお嬢特起を書く。性的二なりが特に著しく、どの種もメスがオスより開け羽長で1.2から1.5倍程度大きい。色はオスが原色を散りばめた派手な羽を持つのに対して、メスの羽は模服に身をやつした、西洋婦人のような黒と白のモノトーンでひどく地味で、 あり、あまりの落差から、死ゆ別種とされていた時期もある。羽の形もかなり異なり、特にアレキサンドラトリバネアゲハやビクトリアトリバネアゲハ、オービクトリーのオスの羽は、前後羽とも防水型に近くなる。またオスの講師が飛翔不可能になるまで小型化した、ヒレオトリバネアゲハオーマリリノリスのような種もいる。性的不たなりを示すが、トリバネアゲハ族ほど顕著ではない。 全種の表側は漆黒もしくは茶色で、鳥羽アゲハ族のような原色は普通乗らない。シミ脈に沿った部分はしばしば灰色からクリーム色がかり、胞子のほぼ中央には大きな黄色い門を呈する部分がある。メスは、ここがオスに比べて小さく地味になる。本族の一種、フィリピンキシタアゲハトロイズラドモンタスは、尻脈状と触覚に温度感知器を有していることが判明しており、 触覚にはそれに加えて空中の湿気を検知する湿度需要器も備わっている。これらは水上感覚器として知られる。温度感知器は気温の激変に敏感であり、体温調節と太陽光を浴びた時の加熱を阻止していると考えられている。羽の色はパピリオクローム色素によるものであるが、高等気質アゲハトロイズマジェリネスと大変な気礎種である。 ブルキシタ・ゲハトロイズ・プラットトレムの2種の羽には、見事な構造色が見られることで有名である。この2種を、虫体背面後方からごく低い角度で眺めると、両種の格子にある黄色を示す部分が、青緑色の金属光沢を帯び、全体として、真珠色に光り輝く。このきらめく、虹の輝きは、モルフォ蝶など、他の構造色を示す蝶の輪粉に見られる。 白片構造ではなく、多層肋骨構造により光が解説して起きる現象であるとされている。どの種も熱帯雨林を住みかとする。成虫の餌は林間に咲く花やランタナなどの地生花の蜜で、これらの植物にとってこの蝶は重要な花粉媒介者でもある。強力な飛翔力を有しており、常に太陽光の当たる場所を求めて飛び回っているため、成虫を見る機会は少なく、 わずかに森縁部で見かけることができる程度である。繁殖は種によってそう変わらず、どの種もメスの役割は比較的受け身である。オスは小杖から小杖をひらひらと飛びながら、メスの頭上20から50センチメートルの場所で入念に羽を震わせながら休むことなく求愛ダンスを踊り続ける。交尾後、メスはすぐに幼虫の食草を探し始める。食草は、 馬の鈴草かアレストラキーラチの馬の鈴草族、エリストロキアを及び、どうかのパラリストロキア族プラリストラックが、鶴性植物で、メスはこれらの鶴草を見つけるとその葉の先端に一応あたり一個の割合で休憩の卵を産みつける。幼虫は退職感だが、あまり移動しないので、ちょっとした数が群れると食草は丸坊主にされる。幼虫の過密が原因で、 ともぐいが起きることも、ままある。幼虫の体色は、暗赤色から茶色であり、背面には、背骨状の突起がある。突起が地色と、正反対の目立つ色や、突起間の暗部が青白い種もある。他のアゲハチョウ科の幼虫と同様に、鳥羽ウの幼虫も草角と呼ばれる、収納可能な蛇の下のように荷さになった器官を持つ。草角は、テルペン由来の化学物質を分泌し、 幼虫が刺激を受けた時などに放出される。幼虫は有毒なため、天敵には餌としての魅力があまりない。幼虫の食草である馬の鈴草加植物にはアリストロキア酸が含まれており、これはラットに対する発言性があることで知られる。幼虫は食草に含まれるアリストロキア酸を体内で濃縮して、変態中のみならず、成虫になった後も、 ずっと毒として機能させる。サナギは枯葉もしくは小枝に擬態する。8日の直前に、幼虫は、食草から離れて彷徨い歩くことがある。アレキサンドラ鳥羽上げ派では、産卵から浮化まで、おおよそ4ヶ月かかり、捕食される場合などを除くと成虫になった後も3ヶ月ほど生きる。和名の鳥羽は、波外れた大きさと前方に向かって広がる羽。 および鳥にも見まがう飛び方に由来する。発見当初、あまりの大きさから鳥と間違われ、三弾銃で撃ち落とされた逸話は、都に有名である。しかし今日ではこの逸話の前段にある、鳥と見間違えた云々は虚偽であるとされる。後段の三弾銃を用いた捕獲は事実で、現に証拠も残っている。というのも、当時、高い林間部を高速で飛ぶ本種を捕獲するには他に、 方法がなかったためである。鳥羽揚げ派は美しい羽と相当な大きさ、主観、圧主観、果ては個体感の変異の多様さ、入手の困難さなど、まさにコレクションの対象とされるに、うってつけの条件を揃えており、鉱山性のパルナシウス属、南米産のアグリアス属やモルフォチョウと合わせて、町の標本コレクション中の白尾とされる。発見当初から、 数多くのコレクターを抱えており、中でも欧米の大富豪や貴族たちは大金を注ぎ込んで互いの標本コレクションを競った。チャールズ・ダーウィンと同時期に進化論を唱えたイギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォーレスはそうした富豪たちの需要に応え、正業として鳥羽町の再就任をしていたことがある。また、鳥羽上げ派族には著名な種が多いこともコレクターを 刺激する重要な要素となっている。具体的には、長目のみならず、現存する、昆虫甲虫の世界最大種である、アレキサンドラトリバネアゲハ、それに次ぐ大きさのコライアストリバネアゲハオルニトプテラ、コライアス、オーストラリア最大の昆虫王ユフォリアンなどである。19世紀のサラワク王国初代白人藩王だった、ジェームズ・ブルック卿に、懸命された学名を有する。 赤エリトリバネアゲハトラーグナプターブルックアナの名も広く知られている。今世紀に入って、原産国の近代化に伴う急速な開発で生息地である熱帯雨林が破壊され、個体数が激減している。現在、アレキサンドラトリバネアゲハを除く全種がワシントン条約附属書2に記載されている、気球種もしくは気象種に認定され、 アレキサンドラトリバネアゲハはさらに厳しい付属書愛に記載されており、ワシントン条約加盟各国間での小取引は規制されている。しかし本種に見せられたコレクターは未だに多く、標本一つに大金が動くので、例外として飼育環境下において養殖され、リフトの認可を得た個体の標本は取引が認められている。 アレキサンドラトリバネアゲハのみは付属書愛に記載されているため、いかなる状況においても合法な小取引はできない。だが世界最大種という大看板を背負っており、十分な需要が見込める本種も認めるべきとの意見があるので2006年時の CITES 動物文化会において、この種は CITES 付属書2への掲載が適当だと勧告されている。 基本的に外国産種であり、標準和名のついていない種が大半であるため、学名をアルファベット順に並べ、和名や英名のついている種はその右に、それらを併記する。以下の二種は主観雑種と考えられており、現在は独立した種としては認められていない。この記述は、英語版、バードウィン7時46分、29オーガスト2007を原点として作成された。 以下は原点に記載されていた各種文献。ありがとうございます。